Okay, so 軽くイントロダクションします。ノライコム.skyscape 2011年5月18日、東京からニューヨークへ飛びました。世界旅の始まりです。ニューヨークはだいたい6ヶ月くらい。US は学生ビザなので、マンハッタンの英語学校に毎日行ってて、泊まってたのはハーレムとブルックリンです。マイアミサウスビーチは5ヶ月くらい滞在、ウィンターミュージックカンファレンスを含めて毎日がパーティーでした。カリフォルニアはロサンゼルスで7ヶ月くらい、平日は毎日テニス、週末はハウスミュージックのパーティーによく行きましたね。カリフォルニアも寒くなってきたので、マイアミサウスビーチに戻ってきて5ヶ月くらい滞在しました。これで US 生活も約2年、これから US を離れて本格的に旅を始めます。2013年の4月、ヨーロッパはスペイン・マドリードに飛んできました。約2週間の滞在、この時点ではまだバスで移動、619km の移動。バルセロナも2週間ぐらいの滞在、観光とのみですね。そしてまたバスで、フランスはオレンジ 444km。 オレンジは友達とよく飲んで食べて日本食を作りましたね。ここはブラブラカーでパリスまで 662km。 パリスも約2週間ぐらいの滞在、まあ観光、飲み、食べですね。イタリアはベロナまで飛んできました。友達の知り合いでいっぱい人と知り合って、飲んで、ハングアウトして遊びましたね。